ムーチョマッチョマンはアメリカ合衆国の元競争馬、シュボバ。2013年のブリーダーズカップクラシックに優勝した。馬名は父マッチョウノからの連想とビレッジピープルの楽曲マッチョマンからで、ムーチョは英語のメニー、マッチに相当するスペイン語。各レースの出展については競争成績を参照。ムーチョマッチョマンの生産牧場は フロリダ州をから近郊にあるローズグローブファームである。同牧場は、ジョンとキャロルの両夫妻が経営する、敷地面積は40エーカー、繁殖品場は4頭だけという、小さな牧場で4頭のうちの1頭が、ムーチョマッチョマンの母ポンチェデレオナである。ポンチェデレオナは、現役時代は30戦発勝、あのアキアステークスに勝利している。その後、アデナスプリングスで繁殖入りしたが、 マッチョウロの子を受胎した状態で3万3000ドルで、オフ夫妻に購入された。そうして2008年の出産シーズンを迎えたが、予定日を過ぎてもなかなか生まれなかった。予定日から3週間以上経った6月15日の父の日に生まれたが、生まれた後も微動だにせず死産かと思われた。キャロルたちの心臓をマッサージにより数分後に息を吹き返し、その後は健康体となった。 牧場時代、キャロルたちは、心停止状態から蘇った、この馬のことを、キリストの友人で、キリストに復活された人物にちなんで、ラザロと呼んでいた。遅う生まれで、死産寸前という出生にもかかわらずその後は、すくすくと育ち対抗17ハンドという大柄な馬になった。ドリームチームレーシングの代表ジムカルバーに購入され、ウィリアム・ P ・ホワイト調教師に預けられることとなる。 デビュー戦は7月のコールダー競馬場での未勝利戦となった。ルイス・アランゴを安定に4番人気で挑んだが、グルメディナーの2着に敗れた。このレースの後に、ディーン・リーブスと妻のパティ・リーブスのリーブス・サラブレット・レーシングがこの馬の所有権の50%を買い取って、ドリームチーム・レーシングとの共同所有となり、同時に、ティモシー・リトボ調教師に管理が移された。 この売買の際にもともと、リーブス夫妻は買ったグルメディナーの方を購入する予定だったが、2着の馬の方がよく見えると言って、ムーチョマッチョマンの方を購入したということである。その後8月の未勝利戦に3着した後、3戦目の9月の未勝利戦でエイバーコアを安定に4馬審査で、解消し、初勝利を挙げた。なおこのレースの後で管理調教師が、 ティモシーから妻のキャサリン・リトボへと移された。キャサリンは兄と父を共に心臓の病で失っており、自身も重い心臓病で入院することとなった。幸いにして彼女は2008年に心臓移植を受けることができて、この頃は毎日薬を飲む必要はあったものの、調教師の仕事が問題なくできるまでになっていた。生まれた時に心臓が止まっていたムーチョマッチョマンを、 キャサリンは自分と重ね合わせ強い思い入れを持っていた。4戦目は重賞初挑戦となる11月の G2 ナシュアステークス。このレースはデイビッド公演が起場。前走未勝利戦を8場審査で圧勝してきたトゥーオナーサーブが断然の1番人気。ムーチョマッチョマンは5等立ての3番人気で挑んだ。レースは トゥーオナーサーブが最初から会長に逃げを打ち、ムーチョマッチョマンは交渉面で2番手に上がって、トゥーオナーサーブを追撃するものの直線で、さらに差を広げられて4馬審査の2着に終わった。5戦目は安城をコアに戻して11月末の G2、レムゼンステイクス。このレースでは再び、トゥーオナーサーブが断然1番人気。ムーチョマッチョマンは5頭立ての最低人気で出走となった。 レースは、トゥーオーナーサーブが逃げ、ムーチョマッチョマンは2番手で追走するものの追いつけず2馬審査の2着となった。2歳児は5戦1勝で終わる。年明け1月末の G3 ホーリーブルステークスから、始動。一番人気で臨んだものの勝ったダイアルドインから4馬審、3着、グルメディナーからも3馬審離された4着に敗れた。次走は月の G リズンスターステークス、 ラジブ・マラージに乗り換わった。スタートから2番手につけ、交渉面で先頭に立ち、そのまま押し切って1番人気のサンティバニーチとハンバ審査をつけて、重賞初勝利を挙げた。さらに3月の g ニルイジアナダービーに挑む。前走勝ちが評価されて1番人気になったもののうまく、前に出られず、直線でようやく2番手に上がって逃げるパンツオンファイアを追いかけたが、 右前足の落鉄を起こしており、これも影響して後ろから来たネイロにも刺されて3着に終わる。そして本番のケンタッキーダービーを迎える。この年のケンタッキーダービーは、ホーリーブルステークスの後に、フロリダダービーにも勝ったダイアレドインが1番人気、パンツオンファイアが2番人気、ネイロが3番人気とかなりの混戦であった。ムーチョマッチョマンは10.3倍の4番人気で、 大一番に臨む。レースは12番人気のシャックルフォードが逃げを打ち、ムーチョマッチョマンは7.8番手で道中を進む。4番手で直線に入り、じわじわと追い込んで、シャックルフォードはかわしたものの先に抜け出していた、アニマルキングダムとネイロには追いつけず3着に終わった。プリークネスステークスでは、アニマルキングダムダイアルドインに次ぐ6.2倍の3番人気に、支持される。 レースは、道中7から9番手で進むものの、またしてもレース中に落鉄を起こしてしまい、直線では全く伸びを変えて勝ったシャックルフォードから7場審査の6着に終わる。三冠ラストのベルモントステークスに安城を、ラモンドミンゲスに変えて9.2倍の5番人気に挑んだ。ところが最低人気で、隣の十一枠にいたイズンとヒーパーフェクトが、スタート直後に、いきなり車光して、 ムーチョマッチョマンに激突。この衝撃で、ムーチョマッチョマンも反対の9枠にいた、アニマルキングダムに激突。このアクシデントに加え、当日が大の苦手の不良馬場だったことから終始、制裁を書いて、1着のルーラーオンアイスから24馬審査の7着と惨敗した。アニマルキングダムは、ムーチョマッチョマンの全15馬審査での6着。 イズントヒーパーフェクトは再開で騎手のマラージは1週間の非常停止処分を受けた。このマラージの騎乗についてアニマルキングダムの騎手ジョンベラスケスはマラージがムーチョマッチョマンから降ろされた払いせにわざとやったと主張したがマラージは当然ながら否定した。ベルモントステークス後、呼吸器系の手術を受けるために長期休養に入る。11月に復帰。 オプショナルクレーミングで勝利して3歳シーズンを終える。3歳児は7戦二勝2であった。またこの年の春、大手工業製品メーカーの 3M 社が本馬のスポンサーになることを表明し字幕を集めた。4歳シーズンは1月末のサンシャインミリオンズクラシックステークスから始動。このレースはフロリダ州3馬限定レースで格付けこそ低いが1着24万ドルと波の G。 一より、賞金が高いためなかなかのメンツが揃った。ジェロームステークス勝ちのアディオスチャーリーが一番人気、ついで、ムーチョマッチョマンが二番人気、あとに、ユナイテッドネーションズステークスを勝つターボコンプレッサーが三番人気、あとにサンターニタハンデキャップジョッキークラブ金牌などを、勝つロンザグリークが四番人気だった。レースは、ムーチョマッチョマンが二番手で進み、 直線に入って逃げるターボコンプレッサーをかわして、先頭に立ち、追い込んできたロンザグリークを1と1、2馬身を抑え込んで、勝利した。自走は3月の G2 ガルフストリームパークハンデキャップ。一番人気に押され、スタートで少しもたついたものの三角で、先頭に立ち、そのまま2着のタックルベイリーに2馬身差をつけて優勝。さらに5月の G2 アリシーバステークスに出走。 このレースには後に BC クラシックで激突する、フォートラウンドが参戦していた。123ポンドのトップハンデながら、ムーチョマッチョマンが1番人気、重傷に連勝中のネイティズマインシャフトが2番人気、ファイエットステークスなどの勝ち馬、サクセスフルダンが3番人気、フォートラウンドが4番人気だった。レースでは4番手で進め、直線に3番手で入って、 戦闘のフォートラウンドを追いかけるが逆に差は開き、勝ったサクセスフルダムから七場審査の三着に完敗した。騎手をドミンゲスからマイク・スミスに変えて挑んだのが7月の G にサバーバンハンデキャップ。前走の完敗から評価を落として、ムーチョマッチョマンは4番人気。1番人気は2歳児のレムゼンステイクス以来の対戦となる2オーナーサーブ。 トラバーズ・ステークスの勝ち馬ステーサー・スティが2番人気、ドンハンデ・キャップ勝ちのヒムブックが3番人気だった。レースではスタートから2番手につけ、直線で握るトリックマイスターをかわしてそのまま、押し切って勝利。秋になり、b c クラシックへの足がかりとして9月の G1、ウッドワード・ステークスを選んだ。1.8倍で1番人気となり、2番、人気トゥー・オナーサーブとの再戦となった。 道中3番手で進む2オーナーサーブと4番手で進むムーチョマッチョマン。直線に入り先に抜け出した2オーナーサーブに競りかけていくが2オーナーサーブが粘りを見せて抜かせず首差で敗れた。そして迎えた大一番ブリーダーズカップクラシック。断然の一番人気に押されたのがハリウッド金牌、オーサムアゲンステークスなどここまで G1 競争4勝のゲームオンリュード、離れての2番人気にジョッキークラブ金牌連覇のフラットアウト、ムーチョマッチョマンは7.3倍で3番人気、ホートラウンドが4番人気だった。レースは、ホートラウンドが最初から逃げを打ち、ムーチョマッチョマンは2番手で追走。 3番手にゲームオンデュードの形でレースは進む。直線に入ったところで、ホートランドとムーチョマッチョマンが完全に抜け出して2頭の競り合いになる。必死で追うムーチョマッチョマンだが、ホートランドが粘り、1、2場審査の2着に敗れる。このレースをもって4歳シーズンを終えた。4歳児は6戦3勝であった。5歳シーズンも前年と同じく、 サンシャインミリオンズクラシックから始動。前年2着のロンザグリークが出走していたが、当然の一番人気に押される。しかし当日は大の苦手の不良馬場。3番手で進み、三角で2番手まで上がったもののその後はズルズルと後退結局スミス機種の判断で競争を中止した。このレースの後に去年と同じく、ガルフストリームパークハンデに向かう予定だったが、 ウイルス性の疾患にかかっていることが判明し、メリーランド州にあるフェアヒルトレーニングセンターで治療生活に入る。復帰戦は6月のクリミナルタイプステークスになった。このレースから騎手をエドガー・プラードに変えて後頭立ての一番人気で臨んだ。ヒムブックが2番人気、フィリップ・エイチ・アイズリンステークスカチ馬マのサンパブロが3番人気だった。 道中2番手で進み3コーナーで先頭に立つものの、直線でサンパブロとヒムブックに刺されて3着に終わった。次走は8月の G1 ホイットニーハンデキャップ。このレースにはかなりレベルの高いメンバーが揃っており、ホートラウンドが1番人気、前走メトロポリタンハンデキャップに2着してきたアガリウマ、クロストラフィックが2番人気、サクセスフルダンが3番人気、ロンザグリークが4番人気、 ムーチョマッチョマンは9.5倍の6番人気だった。レースは、クロストラフィックが会長に逃げ、フォートラウンドがそれに続く。ムーチョマッチョマンは3番手で進み、直線でフォートラウンドをかわして2番手に上がるが、クロストラフィックには追いつけず、外から来たサクセスフル団にも刺されて3着になった。その後去年と同じウッドワードステークスに、登録していたが当日に不良馬場になったため回避。 ウッドワードステークスを回避した後、陣営はムーチョマッチョマンのためのチームを組んで、ブリーダーズカップが開催されるサンターニタパーク競馬場へ乗り込んだ。叩き台として9月のオーサムアゲインステークスに出走。このレースからゲイリー・スティーブンスに乗り換わり、2.6倍の一番人気で挑む。 前年のベルモントステークスに着場で、ハスケルインビテーショナルハンデキャップ勝ちのペインターが2番人気で、レースでは同中5番手で進み、早い仕掛けから直線で先頭に立つと後続との差を広げていき、ペインターに4と1、4馬審査をつけて解消。ようやくの G1 初勝利となった。2013BC クラシック内側が、ムーチョマッチョマンそして、本番の BC クラシック。 前年 b c クラシック敗北後から G1 競争3勝を含む6連勝中と絶好調のゲームオンデュードが1番人気、ムーチョマッチョマンが5倍で2番人気。欧州から参戦してきたクイーンアンステークスインターナショナルステークスの勝ち馬、デクラレーション・オブ・ォーが3番人気、この年のベルモントステークス勝ち馬、パレス・マリスが4番人気。 この年のトラバーズ・ステークス勝ちのウィル・テイク・チャージが5番人気。前年優勝のフォート・ランドは6番人気だった。レースはゲームオン・デュードが逃げ、10番人気のモレノとフォート・ランドがそれに続く。途中からモレノが脱落して、ムーチョ・マッチョマンが先頭グループに入り、ムーチョ・マッチョマン・フォート・ランド・ゲームオン・デュードの3頭、並んで4コーナーに入る。まず、ゲームオン・デュードが脱落。 さらに、ォートラウンドもセリオとして、ムーチョマッチョマンが先頭に立つ。そのままゴールに逃げ込もうとするところに、デクラレーションオブウォーとウィルテイクチャージが追い込んできたが、ウィルテイクチャージを花さを抑えて、ムーチョマッチョマンの勝利。ついに、ムーチョマッチョマンは、米国ダー後の頂点に立った。キャサリン・リトボ調教師にとって、さらに女性調教師として、初の BC クラシック優勝となった。 また暗状ゲイリー・スティーブンスは、ほとんどの大レースを勝っていたが、BC クラシックは15回目の挑戦にしてこれが、初勝利となった。5歳、ジン戦2勝で、この年のエクリプス少年度代表馬、最優秀小馬は共にブリーダーズカップ、マイル連覇のワイズダンが獲得して、ムーチョマッチョマンは無冠に終わったが、この年のワールドサラブレッドランキングでは、レーティング125を獲得して、 ダート部門では1位になっている。またファンによって選ばれる、セクレタリアと民衆の声賞を受賞。さらにこの年に、最も印象に残ったレースとして、PC クラシックが選ばれモーメント・オブ・ザイヤーを受賞した。PC クラシック連覇を目指して6歳シーズンも、現役を続行。サンドサンシャインミリオンズクラシックからの指導となった。特に相手になるような馬もおらず当然の一番人気で、 両馬上にも恵まれ、14馬審査のぶっちぎりで勝利。ドバイワールドカップ参戦の話もあったが、3月のサンターニタハンデを選択。ゲームオンデュードや、ウィルテイクチャージとの再戦となったが2.2倍の一番人気。しかしこのレースで分かった、ゲームオンデュードから10馬審以上つけられての4着と、完敗。その後は、フロリダに帰って、復帰のために調教を積んでいたが、 その動きが思わしくなく、さらに足首の打撲が見つかった。結局7月15日に現役引退が発表され、父マッチョウノやフォートランドがいるアデナスプリングスのケンタッキー牧場で種子入りすることが発表された。初年度の種付け量は1万5000ドル。ムーチョマッチョマンの活躍を記念して、それまでガルフストリームパークダービーの名前で、 行われていたレースが2015年からムーチョマッチョマンステークスと解消された。2015年から種ボバ生活を開始、種付け数は99,72,35等と推移。2018年からサンクがデビューし、4月26日にムーチョアモールが未勝利戦で勝利。サンク初出走で初勝利となった。11月17日のボブホープステークスでムーチョグストが勝利。 三区のグレードレース初勝利となった。2020年にムーチョグストがペガサスワールドカップに優勝。三区の G1 初勝利となった。父マッチョウノは2000年の b c ジュベナイルカチューまで米2歳チャンピオン。詳しくは当該項目を参照。母ポンチェリオナは常実の通り現役時代30戦発勝。2013年生まれのハン、妹サザンガールは シャインアゲインステークスに勝利、7004勝の成績を上げている。その他のポーンチェでリオナ3区の値段も高騰しており、2016年のセールで判定が200万ドルで落札されている。メス系の謹慎にこれといった活躍場はなし。五代母キャラルウッドまで遡ればその子孫に全日本2歳、優秀勝ちのサウンドスカイやベー。 ホープフルステークス勝ちのヤニガスカなどを見つけることができるもののとても謹慎とは言えない。またキャラルウッドのいとこが何度となく対戦したツーオナーサーブの五大母ゴールデントレイルであり、ゴールデントレイルの孫にブライアンズタイムがいる。ボフチチツーパンチは現役時代8004勝、バチェラーステークス勝ちがある程度の平凡な競争場だったが、タネボバとしてはスモークグラキンなど、 複数の重症価値馬を出して成功した。ボフ、ボーンチェは、現役時代47戦16勝、プランテーションハンデなどの勝ちがある。こちらも平凡な競争馬だった。種ボバ入りした後も、ステークス勝ちは5頭だけと、平凡な成績に終わった。アメリカでは、元本分を除いた倍率で表されるため、出典元では9.3と表記される。以下の倍率は、すべて同じ。 当時、2017年現在で12万ドル。2013年にこの馬が勝った、オーサム・アゲイン・ステークスが1着15万ドル。コールダー・ジュル17、2010レース9。イクイペース、2017年7月9日閲覧。サラトガ・オーガスト21、2010レース2。イクイペース、2017年7月9日閲覧。マンムース・パーク・セプテンバー19、2010レース7。 イクイペース2017年7月22日閲覧。アキダクトノーベンバー6、2010レース6。イクイペース2017年7月22日閲覧。アキダクトノーベンバー27、2010レース7。イクイペース2017年7月22日閲覧。ガルフストリームパークジャニュアリー30、2011レース10。イクイペース2017年7月22日閲覧。 フェアグラウンズフェブラリー19、2011レース10。イクイペース2017年7月22日閲つらん。フェアグラウンズマーチ26、2011レース10。イクイペース2017年7月22日閲つらん。チャーチルダウンズメイ7、2011レース11。イクイペース2017年7月22日閲つらピムリコメイ21、2011レース12。 イクイペース2017年7月22日閲覧ベルモントパークジューン112011レース11イクイペース2017年7月22日閲覧アキダクトナベンバー92011レース3イクイペース2017年7月23日閲覧ガルフストリームパークジャニュアリー282012レース10 イクイペース2017年7月23日閲覧。ガルフストリームパークマーチ102012レース8。イクイペース2017年7月23日閲覧。チャーチルダウンズメイン、2 0 1 2レース9。イクイペース2017年7月23日閲覧。ベルモントパークジュライ72012レース9。イクイペース2017年7月23日閲覧。 サラトガセプテンバー1、2012レース10。イクイペース、2017年7月23日閲覧。サンタ、アニータパークナベンバー3、2012レース12。イクイペース、2017年7月23日閲覧。ガルフストリームパークジャニュアリー19、2013レース10。イクイペース、2017年7月24日閲覧。ベルモントパークジューン14。 2013レース3、イクイペース2017年7月24日、閲覧。サラトガ・オーガスト3、2013レース10、イクイペース2017年7月24日、閲覧。サンタ、アニータ・パーク・セプテンバー28、2013レース10、イクイペース2017年7月24日、閲覧。サンタ、アニータ・パーク・ノーベンバー2、 2013レース12、イクイペース2017年7月24日、閲覧。ガルフストリームパークジャニュアリー18、2014レース10、2017年7月24日閲覧。サンタ、アニータパークマーチ8、2014レース9、イクイペース2017年7月24日、閲覧。ありがとうございます。